井です。今日はですね、先日僕の 1500m で密着してもらった関東選手権の 3000m 障害決勝の日です、はい、埼玉県選手権でね、出てもらった2人、埼玉1位と埼玉3位で関東の決勝に挑むということで密着していきたいなというふうに思います。で、決勝っていうことなんですけど、一応昨日ね、予選があったので2人予選出てもらってるんでね、それの動画ね、まず流したいと思います。あ、ちなみにどうも、ソーランチャンネルのオストです。えって、いらんってそれ。前回のね、動画にも出てもらった縦沢に似てるんじゃないかっていうので横沢亮次やってほしいで押してるオッサワ君です。出るんでしょ予選。出ますよ。じゃあ予選もね、オッサワ君も新たと一緒の組なんで、そうです、ここ同じ組なんで、まあ、そこも合わせて一緒に密着していきたいなというふうに思います。どうぞ。あらはた、今日青やんな。あ、おるおる。あー、田澤ファイト。ファイト。ファイト。いいよ、押すはいいよ。荒畑さん入った。はい、もう荒畑、そこでいい、そこでいい。荒畑無理せず、後ろきつそうやから。お母さん、キープキープ、頑張れ。いけるぞ。まかないでぞ。独身に荒畑さん入った。荒畑もう4番手来てない、4番手全く来てない。お、オッサー一人抜きそう。オッサー一人抜きそう。はい、やらとけ。はい、どう。頑張れ頑張れ。ラストラスト。オッサー4番でゴールするぞ、4番でゴールするぞ。めっちゃ嬉しいじゃん。OK。いいよ。いいね。黄色3人先頭やな。この3分15くらいのペースになってくると団子で行っちゃう可能性ある。三浦さん入った。あれ、なんか三浦来そうじゃん。大丈夫。三浦さん入った。入った。三浦あかん日かな。顔が曇ってて。まあまあ、でもまだ全然、うん、大丈夫大丈夫。はい、オッケー、ミラいよ、ミラいよ。さあ、ミラ2000やぞ。あ、でもね、タイム的にはいいよ。いいタイム、いいタイム。大丈夫。ミラさん、キープ、キープ。頑張れ、頑張れ。ミラ、プラスあるから大丈夫。プラスあるから大丈夫よ。あ、手上げた。あいつ余裕やな。いける、いける、いける。大丈夫、大丈夫。入った、そこ、そこ。ラスト入った。いいよ、ミラさん。入った。あ、やめたわ。あ、ほんまや。や、やるんかい。さあ、ラスト1周。うわー、でもね、プラスこっからやから、オッサワ終わったな、これ。いや、オッサワ終わった。プラスの最後をオッサワと三浦で争ってる状態になってる、今多分。そうね、三浦もちょっとタイム分かってるな、これ。三浦さん、ラスト入った。三浦さん、ラスト、ラスト。はい、三浦 OK、三浦 OK よ、三浦いいよ。着順で、あ、着順で、着順取りに行った。あいつ一応、一応取りに行った。一応、あ、具合が悪くない。あ、余裕で通ったね。ゴールタイムは一番じゃあ、はい、お疲れ様でした。まず落ちたんですよね。予選落ちですよね。ギリギリ。じゃあ、予選落ちたんで退場してもらって、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。それで、まあ予選通りましたね。どうでした、予選は。3着プラス3人っていうので、まあ、3着以内入れればいいかなと思って、まあぴったり3着だったんですけど、まあ、もっと楽にトップで行きたかったところが、まあ、結構普通に疲れて。だって9分40やろ。疲れる9分40。いや、めちゃくちゃ疲れたね。あ、マジ？ダメだったね。あー。で、三浦は、まあ一応プラスでしたけど。そうですね。自分、最終組って形だったんですけど、まあ1組目、2組目のレース結果を見て、まあちょっと力を温存という形で。だからまあ分かっててね。そうです、ね。うん、そうそう。余力としては俺より三浦の方があるから。ということでね、決勝。
勝です。まあ、レースの方ね、もう決勝も終わってるんで。ちなみになんですけど、これなんすか、これ。あ、でこの絆創膏、この後の決勝の動画にて。もち分かってるやん。じゃあ決勝どうぞ。さあ始まりますね。風強いな。三浦が一番内側ですね。で荒畑は外があります、はい、うわー前から撮っとけよ。だからなんかやったなんかやったあいつ。あー何もしないね。さすがにね。始まりました。 3000m 障害決勝。さあね、8位入賞を目標に2人が走ってます。決勝これ何人おる？ 1,2,3,4,5,6,7、 まあ12人ぐらいしかおらんのか。3着プラス3なんで12人ですね。じゃあ12人中8人やから、まあもうここまで来てしまえばね、全員に可能性があるっていう感じ。あんな開けなくてもいいけどなって感じするよね、スペースを。これが作戦なのか、ただもう昨日でちょっと疲弊してるのかっていうのはまだわからんね。やっぱね、みんなもう昨日のアピールマに予選走っとるから消耗はしとるはずなんよね、足の。まあ三浦もね、タフな選手ではないから。あらはたはいいとこですね。まあでも追いついてきましたね。トップウェアもマジで台風そろそろ来ますからね、それの影響もあるかも。あれあれ三浦どこ行った？あれ、あ、なんか三浦焦げた、なんか前の人焦げたな、詰まったぞ、巻き込まれたな今。あーもったいない、後ろおったのな。ちょっと見えんかったけど完全にトラブルやな。ちょっと三浦選手トラブルです。ちょっと厳しいね。明らかにあのハードル1台飛んだ時にこの付近にいる3選手4選手が一気にあの遅れたんですよね。だから三浦が引っかかったのか、それとも周りの人が受けてそれに巻き込まれたのか。かなり入賞のラインとしては確実なところに来たんじゃないでしょうか。まあね、余裕そうではないですけど、入賞ラインとしてはもうかなり。え、あの白帽子をね、先頭にしてたん。おっと、荒畑いいよ。あれ荒畑今2番手やんな。あれあるんじゃない。面白いぞ面白いぞ。もうこっち2000やからな。余裕あるな。でもこの子いいぞ、あなた。さあ残り2周、単独2位です。ただ後ろにもいっぱいおる。3位、4位、5位、6位も引き連れてなんで、まあ、2位から6位までは全部ある感じですね。来てる来てる、荒畑来てるよ。いいよ、離れてきた、後ろ離れた、後ろ離れた。ちょっと上げた、ちょっと上げた。諦めてない。それより後ろは大丈夫かな、もう。でも、あと1試合が行けるじゃん。でも、荒畑が、荒畑がね、そのペースを間違えて、最後失速とかなさそう。だから、ちゃんと分かってるはず。上げられる、上げられる。よしよし、上げてる、上げてる。さあ、2位です、現在2位。
後ろ離れてきた。さあ面白いラスト一周。いける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 。逃げろ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 。後ろ離れた。後ろは離れた。離れてる。まあでもね、この差はね、3勝だと逆転される可能性ある。逆転される可能性まだあるから、全然危ない、気をつけながら。まだあるから、気をつけながら。まあでもちょっと遠いね、大丈夫。あ、でも後ろ、白棒、白棒来た。うわ、白棒兵。あら、畑さん入った。来たよ、後ろ白棒兵。うわ、来た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 。まあでも3位ならまあいいけど、3位ならいいけど、白棒めっちゃ来た。ラストラスト、うわ、来てるよ。来た来た来た。よしよしよし、スパート、いいよいいよ。いや、後ろ来た。頑張れ頑張れ。逃げてるか。ちょっと最後だけミスらんように、確実に確実に最後だけミスらんように、最後だけミスらんように飛べ、しっかり飛んで。はい、 OK いい OK。 よし、2位です。あ、すごい。いけるいける、そのままね、まあ無事何事もなくゴールできれば。はい、 OK、 2位ナイス。よしよし、ラストラスト、オッケーオッケー。はい、いや、俺でも絶対かかる、絶対俺でも10分かかる、これは。いやー、オッケー、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ということでね、決勝、無事終わりました。まあ、2人ともね、ちゃんとまずは完走してくれたと、はい、いうことで、あなたからいきましょうか。はい、いいね、メダルを持ってきました。はい、2位だよ。で、三浦が一応何位だかな。11位になります。11位。自分後方の一番後ろの方出してたんですけど、前のランナーが転倒してしまい。あ、あれは三浦じゃなかったんや。自分ではないんですけど。なるほどね。自分も転倒。まあまあ後ろ走るってね、うん、あ、そういうこともありますよね。まあでもね、無事に。無事やん。無事か。無事じゃないのか。まあ、大丈夫だよ。まあ絆創膏1個やし、まあ大丈夫やね。1人棄権したのかな。からそうですね。だからまあ12人出て11位と。まあでも関東11位ですから、素晴らしいです。2人ともしっかり完走してくれて、ということでチームとしては3勝2人関東決勝、なんか盛り上がってますけど、なんかちょっと俺もね、なんかやりたくなったな。もしかして出るか。あのね、3勝はやりたいんだよ。やりたいなと思ったんだけど、それ以前に戦後に可能性を感じなくなったっていうのがある。まあまあ適性としてね、1500ね、まあ、スピードもないしね、うん、体の適性として合ってない。そうそうなんだよ。まずなんで俺が戦後やってんのって話から始まるわけで、一応得意なのはやっぱりロングなんで、まあよりね、ちょっと今後ロング向けの練習していくじゃないですか、僕フルマラソンとか向けて。まあそこでしっかり足作っていって、より長距離向けの体に仕上げて、来年以降もう戦後800やめて、その夏は3勝みたいな。今まであと夏戦後800で冬に5000じゃないですか。でも今回冬にもう5000、1万ハーフになってくるんで、あとフルだったらこの夏1500やってる暇ないんですよね。こんな練習してたら距離いつまでも経っても踏めないんで、っていうのがね、距離も踏みたい。でもそしたら出る種目なくなる。3勝ですってことは来年の埼玉県選手権は1,2,3 いきます。1,2,3 取りに行きます。この間加入した越川選手が。あー、確かに越川もやりたいって言ってたし、ね、G から用意が取りが県で落とそうぜあいつ。まあお疲れ様でした、まずはね。はい、